オクラな。去年まくのが遅くなったからほぼ収穫できなかったので、今年こそはちゃんと巻きたいけど、もう巻く場所がなーい。わけでまたしてもアスパラガスの鉢に植えてみました。まあそもそも栄養がないからまたしても育つかどうかが謎だけどな。結局なんだかんだとさ3年目だけどアスパラ収穫してないもんね。もう全然育たないみたいだ。さてと、春の土用も明けたことだしね。今年も何か植えたい。というわけで、じゃじゃーん。ちょっと1ヶ月遅れてしまったけど、どうかな。禁断のフルーツ。ブドウなんて虫がいっぱいつきそうだよね。上級者向けって感じ。まずこんなもんでな。なんかちょっとさ、そろそろオカワカメ収穫してみようかな。葉っぱの大きさが意外だもんね。どうする、これでこれ以上生えてこなくなったら。というわけで、オカワカメ初収穫。はい、さっと茹でてお浸しにしましたよ。刻んだ方が良かったかな。では初オカワカメいただきます。まあ言われてみればわかめといえばわかめだけど、ほうれん草が近いかな。ほうれん草とわかめの中間的なおひたし。じゃじゃーん、きゅうりの苗。今年はきゅうりはやらないつもりだったんだけど、苗が割引になってたのでついつい。しかしさ、置くとこないよね。じゃあこのやる気のないパセリと三つ葉の鉢に植えちゃおうかって思ってたらさ、なんかパセリがやる気出してきたみたいだね。雑草の三つ葉じゃないこと願うよ。そろそろモロヘイヤを植えたいのでどいてもらっていいっすかね。ほうれん草は切っちゃえば大丈夫かな。自然に枯れないんだよね、なかなか。でもあれか、こっちはまだネギ坊主がこれから咲こうとしてるぞ。というわけで本日は小カブとほうれん草の種を取りました。ではまた栄養のなくなった土はどいてもらいましょう。
こちらの新しい土にはモロヘイヤを種まきしようと思います。ひとまずモロヘイヤ仕込み完成。こちらの栄養のなくなった土は次回の金ちゃんプランター用に取っといてな。ようやく豆苗の花咲きましたね。実をつけてくれるんでしょうか。オクラも発芽してくれましたね。しかしこれ一個だけだな。他の鉢は全然うんともすんとも言わない。モロヘイヤめっちゃ芽が出たね。これはパッションフルーツの種から発芽したね。まあ今からじゃ今年は実をつけないだろうけどね。二世誕生。しかしあれだな、もうキュウリ限界だな。植え替えてやんないとな。サヤエンドウはなんか期待薄いからこの鉢に植えちゃうか。生えてこないけど、でかくなってきたから、そろそろ収穫した方がいいかね。というわけでパセリ初収穫。パセリ収。とりあえずコンソメスープに浮かべてみた。ブドウの種が発芽しましたね。しかもいつの間にかもう開いとるやん。ぶどうだよ。どうしましょう。きゅうりの苗プランターに植え替えたらものの2日で枯れたんですけど。どういうこと？ここは市のプランターなんでしょうか。市のプランターその2。もう1個のパッションフルーツの鉢が全然何にもならないので、こいつはお片付けします。いやー、キュウリがダメだからさ、勢いでミニトマトの苗買ってきてしまった。なんかトマトはね、横植えにするといいっていう情報を聞いたので、ちょっとやってみたくなっちゃったんだよね。